こんにちは、ゆきです。今回はプリンを作っていきたいと思います。まずはシフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。左下の円柱を追加というところから頂点を16に変更しておきましょう。では形を整えていきたいと思います。まずは今これ2メートルぐらいある大きい円柱なのですべて 0.1 メートルぐらいにしておきましょう。そうしたらスケールを1対1対1にしたいのでコントロールプラス A、 スケールを適用します。タブキーを押して編集モードに移動したら上の頂点一周選択した状態で S で縮小していきます。 GZ で下に下ろしていきましょう。では続いて面選択に切り替えたら上と下の面を選択した状態で上の面というところから扇状に分離をクリックします。こんな感じで面が分割されたと思います。では続いてタブキーを押してオブジェクトモードに戻ったらモディファイヤープロパティからモディファイヤーを追加、ベベルを選択、セグメントを2に上げて量を小さくしていきましょう。結構丸くしていきたいので 0.01 メートルぐらいでいいかなと思います。続いてモディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェスを追加して上の数値を2に上げてオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。続いてこちらシフトプラス D で複製してタブキーを押して編集モードに移動します。頂点選択に切り替えたら下の頂点すべて選択してあげましょう。右クリック頂点を削除で削除します。続いて A で全選択したら EZ で上に伸ばしていきます。S で縮小していきましょう。ベベルはいらないのでこちらのモディファイヤープロパティの×をクリックして消してしまいましょう。ちょっとずつ形を調整してもうちょっと下に持っていきます。 GZ でもう少しだけサイズを整えてこんな感じにできたら続いてオルトを押しながら上の辺を一周選択します。コントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。マウスホイル1回だけ回して辺ループを3本にしてあげます。続いてオルトを押しながら下の辺を一周選択します。コントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。こちらも同じような感じで丸くしてあげます。今度上のカラメルこんな感じで伸ばしていきたいと思います。タブキーで編集モードにまた移動したら面選択に切り替えた状態で透過表示オンにします。だいたい適当な場所でいいのでこんな感じで2つ選択したら E で伸ばしていきましょう。透過表示はもうオフで OK です。続いて GZ で下に下ろしていきます。だいたい高さがこれくらいでいいかなと思ったらG、シフト Z で Z 軸以外で動かしていきます。あとは少しだけ拡大してあげましょう。タブキーを押して編集モードで A で全選択、 S で拡大します。ではクリームも作っていきましょう。シフトプラス A からメッシュの中の UV 球を選択します。こんなにセグメントいらないので16ぐらいまで下げてリングも12まで下げておきましょう。もうちょっと少なくていいですね。10まで下げておきます。ではタブキーを押して編集モードの状態で S で縮小していきましょう。内側に入ってしまったので GZ で上に持っていきます。サイズはだいたいこれくらいでいいかなと思います。では頂点選択に切り替えた状態でプロポーショナル編集をオンにします。透過表示に切り替えてまずは下の頂点を選択しましょう。 GZ でペタンコにしていきます。マウスホイルを回しながら形を調整してあげてください。だいたいこんな感じですね。もう透過表示はオフにしておいて OK です。また GZ で位置を調整してあげます。配置してあげたら続いて上を伸ばしていきましょう。また編集モードの状態で今度一番上の頂点を選択します。今度はスムーズからシャープに切り替えて GZ で上に伸ばしていきましょう。あとは点キーの7を押して上から見た視点に切り替えたら G で移動していきます。プロポーショナル編集のこちらシャープからスムーズに変更して移動していきたいと思います。 R で回転させたりこんな感じで形を作れたらサブディビジョンサーフェスを追加したいのでモディファイヤーを追加からサブディビジョンサーフェスを追加して上の数値を2に上げてオブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげます。ではマテリアルを設定していきたいのでライトをつけていきたいと思います。シフトプラス A からライトの中の3を選択、点キーの1を押して正面から見た視点に切り替えたら R で回転していきます。デフォルトだとパワーがちょっと弱いのでオブジェクトデータプロパティから強さを10、角度を30に変更します。ではシェーディングタブに移動してレンダープレビューに切り替えましょう。今回レンダープロパティでレンダーエンジンはサイクルスになっています。
ではまずはこちらのプリンを選択して新規をクリックしましょう。まずは色をつけていきたいと思います。 Shift プラス A から入力の中のテクスチャ座標とテクスチャの中のノイズテクスチャ、コンバーターの中のカラーランプを選択します。オブジェクトとベクトル、係数と係数、カラーとベースカラーをつないであげましょう。まずはノイズテクスチャのパラメータを調整していきましょう。細かさを15まで上げたらスケール大きくしていきます。今回はだいたい50ぐらいでいいかなと思います。では色変えていきましょう。プリンっぽいカラーにしたいので片方は黄色っぽくして、もう片方はもうちょっと濃いオレンジっぽい感じの色にしていきたいと思います。こんな感じで少しだけまだらな感じにしてみました。では続いて質感を変えていきたいと思います。まずはツルツルさせたいので粗さを 0.2 まで下げておきましょう。続いて Shift プラス A からベクトルの中のバンプ、あとはノイズテクスチャを複製しましょう。オブジェクトとつなげたままにしたいので Shift コントロール D でこんな感じで複製してあげます。係数と高さ、ノーマルとノーマルをつないであげましょう。ではパラメータを調整していきたいと思います。ノイズテクスチャのスケールを下げていきましょう。今回は2くらいに設定してバンプの値も小さくしていきます。そんなに強くなくていいかなと思うので、そうですね、今回は 0.06 ぐらいがいいかなと思います。では続いてカラメルの方のマテリアルも設定していきましょう。マテリアルのアイコンをクリックしたらこちらの先ほどのプリンの本体のマテリアルをクリックして新規マテリアルで複製してあげます。透明にしていきたいので電波を1まで上げていきましょう。続いてもう少しだけツヤツヤした感じにしたいので粗さは 0.1 まで下げておきます。質感をもうちょっと変えたいのでバンプの強さを上げていきましょう。ノイズテクスチャの値を調整しながらバンプの強さも変えていきます。こんな感じでいいかなと思います。あとはカラーも変えていきましょう。もうちょっとだけ濃い色にしていきたいので色を調整してあげます。こんな感じのカラーにしてみました。ではクリームのマテリアルも設定してあげましょう。先ほどと同じようにマテリアルのアイコンをクリック、プリンの本体の方を選択したら新規マテリアルで複製してあげます。粗さを 0.8 まで上げてマットな質感にしてあげましょう。カラーを変えていきます。クリームなのでちょっと黄色のようなクリーム色のような感じの色に変えておきます。あとはもう少し細かいノイズにしていきたいのでノイズテクスチャのスケールの値を上げていきます。スケール5まで上げたら粗さを 0.8 まで上げておきましょう。バンプの強さも調整してあげます。今回は 0.2 ぐらいでいいかなと思います。これでマテリアルの設定も終了しました。レイアウトの方に戻っていきましょう。では背景を配置していきたいと思います。Shift プラス A からメッシュの中の平面を選択します。あとはこの平面に合わせてこの3つを Shift を押しながら選択して位置を調整していきます。今回もう一つこちらに配置したいので Shift プラス D で複製して GX で左側に移動、S で縮小していきます。点キーの1を押して正面からの視点に切り替えたらこんな感じの位置に G で移動。点キーの7を押して上から見た図に切り替えたら R で回転していきます。クリームだけまた R で回転していきます。こんな感じで配置してみました。ではカメラを設定していきましょう。撮りたい角度を決めることができたら Shift プラス A からカメラを選択します。点キーの0を押してカメラのビューに切り替えたらビューの中のカメラをビュー2にチェックを入れます。マウスホイールを回して後ろ側に移動していきましょう。位置を調整して画角を変えたいので出力プロパティから解像度を両方とも1920に変更しておきます。また位置を調整しながら今回はこんな感じの位置にしたいと思います。カメラをビュー2からチェックを外しておきましょう。続いてライトの設定をしていきたいので画面を分割していきます。マウスのカーソルを左上に持っていったら右側に移動していきましょう。ちょっとこれがあって邪魔なので N キーと T キーを押して隠しておきます。こちらの枠の外は表示されてない方が見やすいかなと思うのでカメラを選択した状態でオブジェクトデータプロパティからビューポート表示をクリック、外枠を1まで上げておきます。では左側の画面でライトを調整していきましょう。こちらのサンライト選択した状態で RZ で回転していきます。好みの角度にしてあげてください。続いて Shift プラス A からライトの中のエリアを選択、RX90 で90度回転します。また点キーの7を押して上からの視点に切り替えたら R で回転して
この右後ろから当たるようにしていきます。続いてパワーを調整していきましょう。こちらの影が薄くなるぐらいにしてあげます。あとはこちらの発光の形状の部分を変えていきたいと思います。サイズを小さくしていくとこのハイライトの部分が変わってくると思うので、お好きな感じのハイライトの大きさに変わるような角度にしてあげてください。あともう一つライトを設定していきます。シフトプラス A からライトの中のポイントを選択、 G で手前側に移動していきましょう。 GZ で少し上に上げたらサイズが大きすぎるので半径を小さくしていきます。パワーを一度下げておいて、こちらのライトで暖色を加えていきたいのでカラーを変えていきます。暖かめの色にしてあげましょう。あとはパワーを適宜調整してあげてください。こんな感じでライトの設定も終了しました。ではレンダリングの前にコンポジットの設定していきましょう。コンポジッティングをクリック、濃度を仕様にチェックを入れたら、今度ビューレイヤープロパティからデノイズデータにもチェックを入れておきます。シフトプラス A からフィルターの中のデノイズを選択して、こちらの2つの濃度の間に入れてあげましょう。ノーマルとノーマル、アルベドとアルベドもつないでおきます。あとはカラーを調整する濃度も入れたいので、シフトプラス A からカラーの中の露出と、あともう一つ輝度コントラストを選択して間に入れておきます。あとは出力の中のビューアーを選択して、こちらの画像と画像をつないでおきましょう。ではレンダリングしていきたいので、レンダープロパティを開いていきます。レンダーエンジンはサイクルスで、最大サンプル数は128に設定しておきます。デノイズのチェックは外しておいてください。ではコントロールプラス S で保存したら、 F12 を押すか、レンダーの中の画像をレンダリングでレンダリングしてみましょう。レンダリングが終わりました。最小化で隠しておきましょう。ちょっとプリンが大きすぎるかなと思うので、 V を3回ぐらい押しておきましょう。オルトを押しながらマウスの中ボタンを長押しすることで、こんな感じで移動することも可能です。ではこの画像の明るさをまずは調整していきたいので、露出の値を上げていきましょう。今回は 0.5 を上げて明るくしてみました。続いてコントラストも上げていきます。カラメルの色がもともと濃いめなので、5ぐらい上げれば結構いい感じになるかなと思います。こんな感じでコンポジットの設定も終了しました。では最小化したウィンドウを戻してあげたら、画像から保存や名前をつけて保存で保存してあげましょう。消しちゃった場合はレンダリングタブからも保存することができます。これで今回の動画は終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ファンボックスで今回動画に使用したファイルを配布しているので、自分のパソコンでも見たいという方は概要欄の URL からページに飛んでみてください。ではまた次回お会いしましょう。